ハンスクナッパーツブッシュ。ハンスクナッパーツブッシュ。1888年3月12日から1965年10月25日はドイツの指揮者。ミュンヘイニやウィーンなどで活躍し、特にリヒャルト・ワーグナーやアントン・ブルックナーの王として知られる。1951年から1964年にかけてほぼ毎年出演したバイロイト音楽祭では、 主観的指揮者を務めた。193センチの長身で、ドイツや日本では、クナの愛称で親しまれた。ラインラント地方の都市エルバーフェルト、現在は、ブッパータール市の一部にある、アルコール上流会社を経営していた、グスタフの次男として生まれる。なお、同郷出身の指揮者には、キュンターバントや、ホルストシュタインがいる。クナパーツブッシュは、 子供の頃から音楽家に憧れていたが、家族、特に母と兄、後に会社を継ぐの反対もあり、ボン大学に進み哲学を学んだ。後に、ミュンヘンでも哲学を学び、卒業論文はパルジファルにおけるクンドリーであったと言われる。ケルン音楽大学にて音楽を収め、ブラームスの演奏で有名なフリッツ・シュタイン・バッハに、四季法を学ぶ。1909年から1912年まで、 バイロイト音楽祭における、ハンスリヒターの助手として潜り込むことに成功。それ以後、故郷のエルバーフェルトやライプツヒ、デッサウ、ミュールハイム、アンデアルール、1910年に、ここでデビューしたと伝えられるなど、各地の歌劇場やオーケストラにて修行を重ね、1922年、34歳にして、ブルーノ・ワルターの公認として、ミュンヘンのバイエルン・シュリツ歌劇場の音楽監督に、 就任する。翌1923年には、ウィーンに初めて進出し、ウィーンフィルハーモニー還元楽団とも1929のザアルツブルク音楽祭で初顔合わせを果たしている。しかし、1935年に、バイエルン州での演奏活動を禁止され、同時に、バイエルン州立歌劇場からも追放される。公認は当時なちよりとされたクレンス・クラウス。追放後は、 ウィーンとベルリン、ザルツブルク音楽祭などに定期的に客演した。1936年からは、ウィーン国立歌劇場をねじろに、1944年6月30日の神々の黄昏上演、爆撃で破入れる前の最後の上演まで、同劇場で精力的な演奏活動を繰り広げた。黄昏上演後は、終戦まで息を潜めていた。 1945年8月17日、ミュンヘンのプリンツリャンテン劇場のバイエルン州立、管弦楽団とのコンサートで活動を再開するも、1ヶ月後に連合軍から、反ユダヤ主義者という、誤った権利で活動を禁止れてしまう。彼は、ユダヤ人とも交際が幅広かった。禁止解除後、連合軍は謝罪している。2年後の1947年に、 バンベルク公共楽団を指揮し改めて活動を再開。ミュンヘンとウィーンを中心に指揮活動を継続した。1951年にはバイロイト音楽祭に初登場、指輪、パルジファルを指揮した。その後はウィーン、ベルリン、バイロイトを中心にイタリアやパリでも演奏活動を続けたが、1961年にブリュッセルデイの大手術を受け、以後は 体力が衰えがちとなリースに座って指揮するようになった。1964年の秋に自宅で転倒して大腿骨を骨折したのが原因で一気に体力が衰え、翌1965年に自宅で亡くなった。クナッパーツブッシュの亡骸は2番目の妻であるマリオン、1895から1984、共にミュンヘンのイギョルグ教会に葬られている。 クナッパーツブッシュは大変な練習嫌いで通っていた。第二次世界大戦中の爆撃で破壊され、1955年に再建されたウィーン国立歌劇場の再開記念公演でリハルト・シュトラウスの楽劇バラーの騎士を上演することになった時には、練習場所のアンデアウィーン劇場でメンバーに向かって、あなた方はこの作品をよく知っています。私もよく知っています。それでは、 何のために練習しますかと言って帰ってしまった。この本番のライブ録音は CD 化されている。ただし音楽評論家の吉田秀和はこれはオーケストラや指揮者がそれまで繰り返し手掛けてきた作品であることを前提としており、クナッパーツブッシュがどんな場合でも準備をしなかったわけでないだろうとしてる。また修行時代から患ずっていた三半期間の異常により、 ある程度以上頭を下げると下げた方向に体が倒れてしまうため、お辞儀は増えてであり、せいぜい演奏前か演奏後の一回程度だったと言われ、もっとも、くなの出演する演奏会はすべて祝祭演奏会であるなどと形容された晩年には、熱狂的で、鳴りやまぬ拍手にサービスでお辞儀をすることもあった。しかし、この病のせいで、飛行機は愚か不な旅もおぼつかず、 ロンドン行きが、限度のため、修正ヨーロッパ大陸から離れることができなかった。ナチスには終始冷淡な態度を示した。ただし、ナチスの政権奪取後はさすがに表だった批判をせず、体制に配慮して、トーマスマンを非難する論文に署名したり、ヒムラーの臨席による、新英体向けのコンサートを主催するなど、それなりに合わせてはいたが、ヒトラーから、 彼のオペラを聴くのは苦痛だと嫌悪され、ミュンヘンを追放されたことで、ナチス嫌いに拍車がかかることとなった。ウィーン時代には、演奏会でのナチス式敬礼を拒否したり、ヒトラーを出迎えなかったり、ヒトラーのラジオ放送に悪態をついたり、その反骨ぶりは相変わらずであった。結果としてナチスからは礼遇されたが、クナッパーツブッシュにとってはむしろ幸運であった。あれほどナチスによる、 音楽活動に従事していたにもかかわらず、戦後断罪されなかった最大の根拠となったのである。岩木博之がウィーンにいた頃、ウィーンフィルの学院に、クナの指揮スタイルが理想だと言ったところ、クナは若い頃は、むちゃくちゃしていたんだ。年を取ってから、ああいう風になっただけだ。君も若いうちはむちゃくちゃやればいいと諭されたという。このように、若かりし、 頃のクナッパーツブッシュの演奏スタイルは、後年のイメージとは大きくかけ離れたものだったようで、ある、同じことが、オットークレンペラーなどにも当てはまる。40代からレコーディング活動を行っているが、収録時間の関係もあったのだろうが、テンポの変化が激しく、後年に、レコーディングされた一連のレコード群と比較すると、この差は、歴然としている。後年は、 レコーディング活動を疎ましく思うようになっていったと言われる。21世紀に入ってクナッパー,ーツブッシュがウィーンフィルハーモニー管弦楽団を振ったコンサート映像ワーグナーのワルキューレ大一幕全曲トリスタントイゾルデから前奏曲と愛のジークフリートボッカなどが DVD 化されクナッパー,ーツブッシュの四季の映像を広く目にすることができるようになった。 ビィルヘルム・バック・ハウスとのベートーベンのピアノ競争曲、第4番などコンチェルトの伴奏も映像として残されているが、楽劇の中ではパルジファルがお気に入りであり、バイロイトでは1951年から死の前年の1964年まで出演拒否した1953年を除いて連続して指揮をした。バイロイトでのライブは1962年の パルジファルは早くからフィリップスよりリリースされていたが、20世紀末以降は、クナッパーツブッシュ協会の監修を経て、ゴールデンメラドレムなど各種レーベルからリリースされている。クナッパーツブッシュのバイロイト出演記録、なお、ゲオルク・ショルティがレコーディングして、ワーグナー録音の一大金字塔を打ち立てた、ニーベルングの指輪全曲録音は、最初はクナッパーツブッシュに依頼されたものであり、 その下準備のためのレコーディング、ワルキューレ大一幕、ジークリンで、キルステン・フラグスターと、ジークムーンと、セット・スヴァン・ホルム、フンディング、アーノルト・バン・ミルも行われた。ブルックナーの公共曲も、クナッパーツ・ツブッシュの得意としたレパートリーであるが、原点版を使用しなかったことでも知られている。クナッパーツ・ツブッシュの若い頃には、ブルックナーのスコアは、いわゆる、 改訂版しか出版されていなかった。この改訂版には、ブルックナー以外のものによる改編、カットなどがあったが、こうした改編、カットを見直すべく1935年以来、ローベルト・ハースによって肯定された原点版が出版され、その後ハースに引き続いて、レオポルト・ノバークによって肯定された新しい原点も出版されていった、ブルックナーの版問題も参照のこと。 しかし、クナッパー・ーツ・ブッシュは、ブルックナーの公共曲の演奏に際し、肯定された、原点版は採用せず、旧来の改定版ばかりを、使用した。クナッパー・ーツ・ブッシュがなぜ旧体依然とした、改定版の使用に固執し、原点版を取り上げなかったのかについては、様々な見方がある。クナッパー・ーツ・ブッシュが、スタジオ録音した、ブルックナーの公共曲は、ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団を指揮した3番。 4番、5番、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団を指揮した8番がある。このほか7番や9番にもライブ録音がある。現代では海底版による演奏に接する機会は極めて稀であり、クナッパーツブッシュによる録音が一番入手しやすい海底版の音源となっている。ワーグナー指揮者、ブルックナー指揮者のイメージが強すぎるため見過ごされがちだが、 実際のレパートリーは幅広く、コンサートではバッハからモーツァルト、ベートーベン、ブラームス、チャイコフスキー、マーラー、リハルト・シュトラウス、シベリウス、バルトーク、フランツ・シュミット、ストラビンスキー、テオドール・ベルガーを、オペラでは、リハルト・シュトラウスのほか、ベルディア・プッチーニ、コルンゴルト、プフィッツナー、ボルフ・フェラーリなども指揮していた。また、ウェーバーやシューベルト、 ヨハン・シュトラウスなどの商品を振った演奏も高く評価されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。